急ごう。お姉ちゃん、僕たち今フクロムシナを探してるんだ。フクロムシナがどこにいるか知らない？フクロムシナ？え、聞いたことないのかよ。強くてずる賢い大妖怪なんだ。いろんなものに変化して神出鬼没で人を騙すんだよ。俺んちの米もフクロムシナに食われたことあるぜ。それに父ちゃんも奴に蹴られて川に落っこちたことあんだよ。いたずらが好きなやつみたいだな。追い払う方法が分かったんだ。それに父ちゃんがフクロムシナは家に帰らねえ人をいじめるって言ってた。だから追い払えばずっと外で遊べるようになるだろ。でもすごい妖怪なんだろ。怖くないのかよ。お父さんやお母さんが心配するぞ。平気だけど。今日もフクロムシナ探しに行くっつったら父ちゃん何も言わなかったし。あ、もしかしたらフクロムシナは今弱ってて隠れてるのかも。うん、それにフクロムシナの妖力が回復する前に家に帰れば大丈夫だよ。なんか変じゃないか。うまく言えないけど。ああ、フクロムシナって物語の中にしか出てこない気がするぞ。真実を話してやろうぜ。無意味なことをしなくても済むように。聞いてくれ、フクロムシナなんて探さなくてもいいんだ。そんなの元から存在しないんだから。え、本当に？そんなことない。父ちゃんは嘘ついたりしねえ。お前らの家族はただ心配で遅くまで外で遊ばないよ、そう言っただけだと思うぞ。ちげえよ、フクロムシナは絶対にいる。そうそう、ヨイミヤ姉さんが武器まで用意してくれたんだ。妖怪を追っ払う方法も教えてくれた。ヨイミヤ姉さんってあのヨイミヤのことか？フクロムシナのことはヨイミヤお姉ちゃんに話したら怖ないでって言って追い払う方法を教えてくれたの。それからずっと機会を待ってたんだ。そしてついに今日、フクロムシナを追い払うのにいい日だってヨイミヤ姉さんが教えてくれた。そうだ、ヨイミヤ姉さんはいつも遊んでくれるし物語も聞かせてくれる。嘘つくわけねえ。そうなのか。もういい、みんなヨイミヤ姉さんとこに行こうぜ。おいおい待てって。まずい、怒らせちゃったぞ。ただ心配して言っただけなのに。ヨイミヤって言ってたよな。追いかけてみようぜ。悲しまんといてえな。きっと冗談や。フクロムジナがおらんわけないやろ。でも今までフクロムジナを見たことないし。そら、フクロムジナは偉い大妖怪やさかい。その偉い大妖怪をあんたらが退治せんとなあ。うん、焦ったりへこんだりすることあらへん。立派な英雄になるためにも知恵と根性を忘れたらあかん。今はいなくても花火大会が始まる前には必ず現れる。そんな時は宵宮姉さんのとこまで武器を取りに来るんやで。ええか、宵宮姉さん特製の花火ならフクロムジナなんてちょろいもんや。家も畑も父ちゃんも母ちゃんもみんなあんたらが守ったり。わかった、ヨイミヤ姉さんがそう言うなら僕たち信じるよ。あ、ちょっと待ちや。
この短冊を一枚ずつやるさかい。帰ったら父ちゃんと母ちゃんに渡し。で、宵宮姉さんからって言うたらわかるさかい。わかった。ありがとう、宵宮姉さん。そろそろ帰るよ。ありがとう、宵宮お姉ちゃん。また一緒に遊ぼうね。ああ、約束や。ほな、気ぃつけて帰り。やっぱあんたらか。子供相手に何言うとんねん。まあええわ、別に責めるつもりはあらへん。袋ムジナは子供に大人気やから、そう簡単に否定されたらそりゃ怒るわ。ってことはやっぱり袋ムジナは嘘なんだよな。そうや、うちも最初から子供が遅くまで外を走り回らんよう親がでっち上げた妖怪っちゅうことは分かっとったで。せやけど子供に聞かれた時ほんまのことを言えんかった。逆に袋ムジナは可愛らしゅうて人を傷つけへんいたずらっ子やって言ってもうた。あの子らが今信じとるんはほぼうちが教えた作り話の方や。全部お前の作り話なのかよ。言いたいことはわかるけど、うちが否定するわけにもいかんのや。遅くまで遊ばんようにする他にも親御さんに別の考えがあるかもしれへんやろ。何もわかってへんのにズバッと袋ムジナなんておらんって言うてもたら逆に迷惑をかけてまうかもしれへん。それに子供にとって真実なんて関係あらへん。楽しむことが何よりも大事なんや。うちかて空想の産物に憧れたりする。燃やすと虹色の光を放つ非紋石とか、山奥に隠された秘境に導いてくれる無霊とか、どれもうちの妄想やっちゅうのは知っとる。せやけど信じたいんや。もしドアホーそんなもんあるかっちゅうやつがおったら、あっかんべーしてドロンコ投げたる。そんな人嫌や。真実なんて関係あらへん。かっこようてロマンがあればそれは信じる価値があるもんなんや。子供の頃に信じたもんは大人になったらかけがえのない宝物になる。あんたらも子供の頃は悪霊を退治する勇者とか闇を切り裂く聖剣とか信じとったやろ。幻想が崩れ去ったら次は何を教えるんや。稲妻の鎖国の歴史、それともメガリレどれ。そうだなオイラもまだ早いと思うぞ。理解できんくてもええわ。とにかく安心し、うちがちゃんと子供たちの安全を守ったるさかい。ほな、うちもそろそろ帰るわ。長野原花火大会がもうすぐ始まるさかい忙しいんや。長野原花火大会？お前の店が主催してるイベントか？そうや、うちの名字が入っとるやろ。稲妻では結構有名なんやで。あ、せいや、これから予定あるか？なかったら見てってや。うちがおっきい花火準備したるさかい。ほな、まずは店にいる父ちゃんのとこに行こか。実はまだ完成してへん花火があるんや。稲妻の八重堂は知っとるか？小説を書くのが好きな連中が集まっとるんやけど、さっきうちが話した伝説は、どれもそこで脚色されて出版されとるんや。まあ悪い結末になりがちなんやけどな。例えば非紋石はお金持ちが見せびらかそうと展示した瞬間二度と燃えなくなったとか、無霊は悪党に追われた結果怒って二度と姿を現さなくなったとか、悪竜を退治した勇者が次の悪竜になったり、闇を切り裂く聖剣が世界を滅ぼしたり。最近はこないな物語が人気なんは知っとるけど、
うちからしたら複雑な気持ちや。夢ならもっと夢らしくあってほしいねん。時期花火大会や。各家庭の花火はほぼ準備が終わったら。あ、こちらのお二人はお友達か、それともお客さん？どっちもやろか。最近ここいらに来たばっかりなんや。ほんで稲妻に来たからには花火を見てもらわなあかんと思って。そうか、ほなちゃんともてなしてやらんとな。この長野原龍之介が長野原家の歴史を聞かせたる。それよりも父ちゃん、聞きたいことがあるんやけど。昔々。あかん、勝手に始めてもうた。かんにんな、父ちゃん前に怪我してからずっと耳が遠いんや。でもさっきは会話が微妙に成立してたよな。ほんで長い時間かけて人々は理解した。ある鉱石を研磨することで出てきた粉末を燃やすと綺麗な色に光るってな。父ちゃん、父ちゃん、ちょい待ち。あ、どないした？こないだ注文した花火の材料もう届いとるか？昨日の花火なら全部出荷したで。一昨日のも先一昨日のも。ちゃう、材料や材料。来ない。今日の分もぼちぼち仕上げや。心配せんとき、腕までは年取ってへんから。ちゃう、材料やって言うてんねん。花火の材料、こおせき。なやで？材料の鉱石。あ、鉱石か。そうだそうだ、鉱石。あ、ごめん、興奮してつい。材料ならまだ届いてへんで。さっき担当のもんが理由を言いに来たんやけど、よう聞こえんかったわ。かまへん、それさえ分かれば十分や。ちゅうことはまだ完成しそうにないな。父ちゃん、後で届いたらちゃんと受け取っといてよ。ああ、任せとき。ほんまごめんな、うるさかったやろ。うちの父ちゃんに何か聞くといっつもこうなんねん。それよう言われるわ。父ちゃん耳が遠いから、何言われても文句言わへんし否定もせえへん。笑うてばっかや。子供の頃はうちの話すことをちゃんと理解しとって、何を話しても肯定してくれてると思っとった。ほんでいろんなことを父ちゃんに話してたんやけど、後になって父ちゃんが笑うとったのはただよう聞こえへんかったからやって知ってな。せやからうち毎日父ちゃんに話しかけるようにしとるんや。え、普通逆じゃないか。父ちゃんが笑うとこ見るとうちも嬉しいからや。せやけど花火大会が目前やのに材料が届いておらんとはな。なあ、よいみや、帰ってきたのか？え、びっくりした。勝手に喋ったらあかん言うたやろ。ごめん。ちょい待ち、今行くから。用事があるんやったら
それを終わらせてからわしの物語を聞いても大丈夫や。わしには時間も物語もぎょうさんあるさかい。誰も見てへんな。出てきてええよ。こっち来。天領奉行の連中にバレんでよかったわ。バレとったらうちら大変なことになっとったで。悪かったよ。君が帰ってきたと聞いてつい。気にせんといて作次郎。ここまでは計画通りに進んどる。これから花火の材料を探しに行くんやけど、ついでに船の件もなんとかしたる。前に約束したやつや。ありがとう。こんなによくしてくれて。昔の常連さんで稲妻の外におったんやけど、数日前に帰ってきたんや。ただ密入国がバレてもうて天領奉行に追われとる。お尋ね者ってことか。声でかすぎや。誰が聞いとるかわからへん。気ぃつけ。もし捕まったら何かしらの罪に問われる。せやから何とかして船で逃がしてやりたいんや。危ないのは百も承知や。せやけど今はあれこれ考えとる暇はあらへん。もし船がひっくり返ったら、うわ、溺れ死んだらどうするんだ。今の稲妻は危険だって分かってたんだろ。それはやらなくてはいけないことがあって、帰ってきた矢先、信じがたい変化をたくさん耳にした。決心してきたというのに今はどうしていいのかわからない。これ以上宵宮と龍之介さんに迷惑はかけたくない。かくまってくれてるだけでも十分ありがたいことなのに。平気平気、そう気にせんといて。うちも言うたやろ、長野原の短冊を持ってる限りいつまでもうちのお客さんやって。短冊？そや、うちで花火を作ってお祝いしたいっちゅうお客さんにあの短冊を渡しとるんや。短冊には長野原家のものしか読まれへん花火の作り方が載っとる。その短冊を見たら10年後でも100年後でも当時と同じ花火が作れるんや。おお、すごいな。代々伝わってきたもんやさかい、常連さんはみんな知っとる。当時僕の親が龍之介さんに花火を注文したんだ。あれからもう20年も経つのか。あの頃はこんなことになるなんて思いもしてなかった。そう気落ちせんと。船での脱出は最後の手段にして他の方法も探したる。もちろん稲妻に残れたらそれが一番やけど。原因は何であれお客さんが頼ってきたんや。失望はさせへん。かたじけない。これでもう少し考える時間ができた。もうええから、今は隠れとき。表に出とったら危険や。何か。ああすまない。稲妻出身やのに故郷に戻る許可がおりへんとはな。せや、あんたらも最近稲妻に来たんやろ。どないして許可をもろたんや。それから勘定奉行にいる柊千里に手伝ってもらってようやくここまで来たんだよな。なるほど、お偉いさんの助けがあったんか。作次郎には使えへん方法やな。まったく、奉行衆の奴らももうちょい融通を聞かせてくれてもええのにな。あんたらが旅してきたとこは稲妻と全然ちゃうんやろ。まあとにかく作次郎を助ける方法を見つけんとな。すまんな、花火を見せろっちゅうて誘ったのに他のことに付き合わせてもうて。
面倒やと思うたら後でまた来てもかまへんから、うち一人で材料と船をなんとかするさかい。よかった。ほな先に船の用意や。話は歩きながらにしよか。一つ聞いてもええか。あんたらどうやって知り合ったん。こいつがオイラを釣り上げて、それから一緒に旅をしてるんだ。それがどうかしたのか。いや羨ましいな思って。父ちゃんのそばにもあんたみたいのがおったら耳の代わりになってやれるやろ。え、なんで泣きそうな顔しとるん。だってだって、おいらをチビやペットって呼ばないなんて。逃げるのを手伝ってくれてありがとう。僕がためらったばかりに。行くぞ。急ごう。うん、いいぞ。こいち、どうや、船の件は順調か。ああ、問題ない。ただ奉行の目をごまかすのは難しいだろうけど。待った、見ない顔がいるが大丈夫か。大丈夫や、うちの友達やさかい信頼してくれてええで。うちらみんな船の件で来たんや。おお、オイラたちも仲間だから安心しろ。なるほど、悪い、疑うつもりはなかったんだが念のためな。船、え、どうしてだ。鎖国令があるからな。天領奉行は船に敏感なんだ。小さな船でもいちいち問い詰めてくる。分かっとる。すまんな、あんたまで巻き込んでしもうて。なんだよ急に。お前の役に立てて俺は嬉しいぜ。今回も花火を作ってもらったし、船はその例だ。今持ってくるからちょっと待ってな。うん、おおきに。途中うちの店に寄って花火を持ってってな。短冊通り作ってからバッチリなはずや。ああ、ちょうど花火大会も始まるし、お前の新しい友達に稲妻の伝統を見せてやれ。そのつもりや。あー、せや、せっかくやから高一が初めてうちで花火を注文した時の話をしたろか。おっと、これは長くなりそうだな。なあ、その話は先に船をここまで運んでからにしようぜ。おちょ、せやな、つい話し込んでしまうところやった。よいみやは他にも用事があるだろう。また後でここで落ち合おう。高一に言われてへんかったら大事なこと忘れるとこやったわ。ここ最近花火作りで忙しくしとったさかい、おしゃべりする時間がなくて我慢の限界やったんや。父ちゃんはいい話し相手やけど耳のこともあるし、新鮮な反応を見るんは難しいやろ。また話が脱線してもうたな。高一が船を取りに行っとる間に花火の材料を探しに行こか。あんたらの分だけやのうて、袋むじなを探しとった子供と作次郎の分もあるさかい、材料が足らへんのや。気にせんといて、毎年似たようなもんや。途中で追加注文がぎょうさん入る。お祝い事があるさかい、みんな花火を求めとる。それを逃したらもう二度と機会がけえへんかもしれへん。せやからどんな大変でも引き受けるんや。でも、お前は楽しめてるのか？もちろん楽しんどるで。花火師の家に生まれて、ちっちゃい頃からこのドンって爆発する感覚に夢中やった。とにかく、うちの心配はいらんってことや。す
まへんすまへん。花火みたいに話の種もあっちゅう間に消えてまうやろ。せやからその一瞬を逃して後悔せえへんように思う存分喋るようにしとるんや。次は城内を回ってみようか。知り合いのところを渡ってみるさかい。あ、質問してもいいか？さっきからずっと喋ってるけど、喉は大丈夫なのか？喉？確かにちょっと違和感あるけど、喉って元から喋るためのもんやろ？そうだな。